はい、続きやっていきます。メッシナ鉱山でしたっけ？行きましょう。こっちはどうなんだろう。敵はそこまでめちゃめちゃってわけじゃなかったんでしたっけ？ガンバーランドの方が結局先に気になっちゃったから行ったみたいな感じでしたよね。行ったっていうね。まあ行きましょうか。こっちはこっちでいるのよね。そう簡単には登らしてくれんよと。なるほどね。ワンちゃん無理っすね。こっちから行った方が雨降らしさんお初ですね。まあこんな感じで行きましょうかね。で、カウンター。ただ、雨降らしさんは普通の攻撃はしてこなさそうだよね。残念ながら。よし、カウンター入る。日本一、これは絶対無理。カウンターは無理。これ、落月いいね、これ。これすげえいいわ。でも三日月刀じゃなくなったら使えなくなるんだよね、多分ね。今いいね。カウンターやろうとしたな、今な。一応弓はちょっとカウンターしようとしたけどミスったみたいな。そういうことにしといてあげよう。よし、体術レベルアップ。で、まあ、ガーっていっちゃって、オッケーナイスと。知るかと。ういえ。で、左と右に、階段があったよね。おお、危ね。うい、このフェイント、オッケー。おお、あ、トカゲちゃんいるね。こいつは遅えからかわせると。あ、でも結局、よし。オッケー。おい、かわす。情報は何もないんです。おっしゃ！ロブ方面。これもなんか、証券でしたっけ？まあ。一応こっちが宝箱ルートってことですね。了解。ちゅっと。よし。おお！スライム。あ、これ戦いましょうか。これはザコちゃんだからね。まあ、HP がどうなってるか、まあ、詳細よくわからないですけれども、これカウンター通用しないのかな、もしかして。そんな気がする。まあ、落月使わない。あ、でも、気弾効くんじゃねえの。落月はやらんでもいいのかな。うわ、お前もサイクロンかよ。もうサイクロンのスタン、マジ嫌いだわ、これ。というか、スタンが嫌いだわ。マジでよ。ボコボコ殴ってくるしよ。被弾は入りますよ。おし。オッケー。結構バランスいいっすよね、これ。自分で言うのもあれだけど、カウンターしとけ。まあダメージ入んなくてもパリだと思えば OK か。うわ強えんだよね。それでいて強いサイクロン、強くてスタンが入るって、そのなぎ払いとかじゃないからね。なぎ払いは弱えのよね。なんか弱えんだよ、あいつな。おい、トカゲちゃん、そういえばいたな。あー、全然余裕。まあ余裕だけれども、後ろのやつに攻撃させてくれない。これ下手するとリザードちゃんやばいよね、これ。カウンターで全員やられちゃうよみたいな。あー、ファングとかはダメなのかな。やー、だるいよね、本当にね、これ。いやー、やばい。これは仕方ない。これ仕方ない。あいつが優秀。サイクロンが優秀。うわ、倒れねえし。速い、一番速いサイクロン。すごいね。それしかない。まあまあまあいいか。で、まあ上から倒していきまひょうって。まああとはみんな耐えてねっていう。なんか速いんだよな、敵の動き。いやー、ラピッドストリーム欲しいっすね、やっぱり陣形の。で、それでガーって減らせれば、やっぱそれでいいんだもんね。やっぱラピッドス、その速いってのは大事だね。もう仕事でも何でも。そのなんつうか、量と質だったら最終的にはなんつうか量なんだけど、あ、じゃあ質なんだけど、結局量をこなさないといいか悪いかが分からないから、やっぱりなんつうか最初はガーって量なんだよねっていう。いや、まあいいや。だからね、この動画毎日上げてるじゃないですか。結局、量の勝負してるわけですよ。まあでも、もっと上げてる人は多分もっと上げてるんだと思うんですけど、その有名 YouTuber の人とか、すげえ動画作って、編集もめちゃめちゃやって、もちろん文字もめっちゃあって、オープニングあって、最後もあると。エンディングもあると。それすごいじゃないですか。正直。でもそれやってたんだったら絶対もう勝てないっていうか、もうそのクオリティ、質はもう絶対無理なんで、だったらまあとりあえず量で勝負というか、量だけはまあ見てもらえるようにという感じで進めてますと。なんかライフポイントガンガン減ってくな。でもここ最後でしょ。商船団が最後でしょ、さすがに。これはどう見てもというか、65488やばいもんね。皇帝死んだら変わるんでしたっけ。まあ伝承はされると、なんか下なんか、あいつの頭か。ここモンスター少ないっすね。なんでいないんだろう。有毒ガスでも出たか。ほいほいほいと。アンワーム。このちっちゃいのやばそうだね。ピアス。そのまんまじゃねえかって。アンワームちょっとやばそう。いや、でも、カウンターでアンワームちゃん倒せたらいいなっていう。こいつどうなんだ ?HP は低い。OK。OK! きたカウンター、これが気持ちいいと。サイクロンスクイーズやられなければ大丈夫だと。おお、お前 HP あるな。へえ。よしよしよし。HP も上がっていきますせと。情報系は特にない。くっそ早っ。何こいつ。ウィー、まあいけるか。まあいけるな。まあいけると。みんな一応知ってるもんね。いや、これはカウンターじゃねえな。ウィンドカッターやってくるかもしれんからな、こいつな。後ろ。うわ、やってきた。ほら、ほら、ほら、うわ。優秀だな。後ろのゼノは優秀。うわ、やっぱ倒れないってことは HP が高くなってるってことだよ。ガーゴイル、あれ名前違うか。あいつ、あれあいつ、あ、違う。ガーゴイルは初めてか。もしかして。なんか、は、もうちょっとグレーだったか。前に出てきたやつの色は。そうだよね。ガーゴイルは初か。OK。ちょっと気をつけよう。二段切り、生命で回復してあげて、カウンターで、ウィン、いやー、ちょっと、二段切りかな。で、三日月でと。うわ、HP というか、硬いな。生命で回復したから、まあ一応大丈夫かなと。ゼノはこれで倒れる。よし。OK。皇帝がちょっと危険。危険地帯というか。いや、そばっといっとこうぜ。OK、二段切り、三日月。強えな、やっぱな。新しい敵は強いね。そばっとで、OK だと。よしよしよし。このカウンター陣形パーティーも慣れてきましたね。こいつも多分モンスターですね。働かされてますと。まあ、あいつはモンスターじゃないけれども。え、じゃあ、右下か。なるほどね。OK。ここが本命ルートだと。まあ、バレてますと。場所は。うわー、やっちまった。下来るかと思ったんですよね。知らねえやついるな。知らねえやついるな。ちょっと戦っとけばよかったけれども、ちょっと待て待て待て。そう、慌てるな。うわぁ。読まれてた。まあ、いや、ちょっと待て。よし、これだったら、OK、OK。こいつ、カウンターやっときゃ大丈夫でしょっていう。これはもう打ってきてくださいよパターンですね。あら意外に頭がいいやつ。一番後ろを狙うって、そういえば敵は一番後ろを狙えるんだね。狙えるっちゃ狙えるっていうか。そんな感じだよ。ちょっとずるい。この陣形だったら絶対一番後ろを狙われちゃいけないっていう。ちょいずるですね。うん。おいトカゲ、トカゲだな。うわぁ。サイクロンスクイーズな。あいつ苦手だわ、だから。ちょいちょいちょい。俺がダッシュしたのバレるだろ、陣形が乱されたんじゃ。これ後ろからやられてるから、まあ戦いますか。いや、ちょっといいっすわ。ちょっとこうしてこっちはダメですよと。OK、行こう。やったろじゃねえかと。カウンター二段切り。OK。おお。さっき教えてもらったか、後ろを狙うんだと。お前教えてもらったな、今な。二段付き。必殺はカウンターできないのかな。通常攻撃。でも毒撃とかカウンターやってたっけ。どうなんだろうね。なかなか奥深いというか、なんというか。うわぁ、うまい。どうしよう。まあいっか、戦いますか。ウィンドカッター、カウンター、落月、落月でと。これで、あ、カウンターやってますよね、ほら、やってますわ。これはできないと。返し付きとかもカウンターやってほしいっすよね。もしやってくるならね。これで多分下のバイカーさんは倒れるはずなんで。OK。そろそろなんか、普通の通常の剣の必殺技なんか覚えてほしいんだけど。出ないかな。これ落月ばっかやってると新しいの覚えないかもしれないですね。二段切り、それともあれか、他の武器も覚えさせた方がいいのかも。なんかずっと同じ。お、モンスターのボスは右の奥にいます。へえ、うぃ、サイドステップ。本当かお前。これか。あ、こういうことか。あ、そう。あ、もう行っちゃった方がいいのこれ。二段切り。二段切りだからダメなのかな。いや、でもハルモニアもやってるもんね。よしよし。あんまり気にせず行こう。そばともうこれはそうね、これはもうこっちで行こうぜ。あいつなんかやってきたよな。あいつな、足払いじゃないけどなんかやってきた気がする。スタン系やってこなかったっけ。縦でなんかやってきたよね。よし行こう。こいつか。ういと。めっちゃいるじゃねえかと。こいつはいい。サイクロンはやばい。こっちから行くと、この野郎と。はい、勝ち、勝ち確。勝ち確。一回お前らとは戦ったことある。そばっとじゃ。みじん切りじゃ。落月じゃ。ダイヤモンドダスト、それは見たことない。うわーつえー、スタンかかる。いやだがこっちもなかなか決めるぜ。 あいつ死んだな。あいつはもういいや。みじん切り。ダイヤモンドダストやばいね。そばっつ、落月、上行け上行け。よしよしよし。ダイヤモンドダストやられちゃったらちょっとアウトかな。そばっと強かったからいいんだけど、ちょっと傷薬いっとこうか。ちょっと皇帝もいっとこう。うわー、まあでも皇帝回復したからな、一旦な。よし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 。いやー、やばい。これ全滅か。くっ、ちょっと待って、やばい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 。これはやばい。これはやばいっすね。ちょ待って、ちょ待ってと。待ってくれと。ちょ待ってくださいよと。おお、危ね。さあ、そうか、サイクロンスクイーズってランダムか。もしかしてっていうかランダムな出すなこれな。ちょっと危ねえな。いやよ、一気にライフポイント減らされたな。危ねえっつうかさ、もうアウトだよ。これちょ待って待って待って、俺何した。攻撃生命で回復させます。もうそばって、いやもうここは行くしかないっすよ。これはよっしゃよっしゃよっしゃ。うわー、これは悔しい、悔しい。一手の差だよこれ。決まってればこっちが勝ちだったよ。くっそー。いやーでも実力か。いや。おおまさか、まさかのゲオルグとソフィアがいるでもゲオルグ殺したくないな。いやでもゲオルグで行くか。すげえ。ソフィアもいいけどゲオルグで行こうか。大丈夫かな。ホーリーオーダー。行くわ、ゲオルグ。ちょっと不安そう、ゲオルグ。いや、でもここで、クリアすれば、先帝の胸を晴らす。かっこいい。いいじゃない。いやー、でも悔しいな、今のな。仲間も全員いなくなっていると。ちょ待って、武器持ち物どうなってんの。なくなってんじゃん、もしかしてあれ。マジか。陣形覚えられる。あ、覚えられる。集合。こういうフォーメーションは。なるほど。つまり司令。このフォーメーションでは前の3人が後ろの2人をきっちりガードできます。ではこのフォーメーションをホーリーウォールと名付けようと。なるほどね。なるほどね。まあまあ5人いないとダメですよと。ちょっと水使えるし、剣つうか超強えし超強えし強えし。いやーでもあんな守ってただけのことはあるね。つばいつばいなんとかとか。ああ、あるわ。よかった。いやーそっかー、なるほどね。いやマジか。いやまあまあだからクリアすれば多分何年後ってなって多分承継になると思うんですよ。もう行くとこないもんね。だってね、モンスターの巣だしね、ここもやったしと。いやーマジ悔しいわ。初ですね、初全滅。ダイヤモンドダスト。ちょっと水の精霊さんよ。強えからちょっと惚れちゃってるわ。くそくそ、ダイヤモンドダスト強えわ。あ、でもダイヤモンドダストあるってことは、あれ覚えられるってことよね。こっちも多分ね、わかんないけど。はい。そしたら、パーティーをまあまあ集めてまた行きたいと思います。というかちょっと集めてカットしてもう一回戦いますわ。この動画内でちょっとやっちゃいますわ。はい。では行きましょうと。カットします。はい、戻ってまいりましたと。仲間をね、入れまして、技を覚えさせましたと。でね、そう、全滅しちゃったのでね、技がね、覚えられてなかったんですよね。特に、この、武術家、そばこのカウンターまでしか覚えてなくて、そばとはここに来るまでの間にね、覚えましたと。気団がね、ちょっとなくなりましたと。で、メディアもね、あ、ここでベア枠なくして、まあ、前の女皇帝の枠でメディアを入れました。で、探索切りを覚えました。ちょっと強いという感じですね。で、風。これ風ですね。で、ハーバードは強撃だと。はい。で、ゲオルグさんが、みじん切りを覚えました。で、空圧波っていうのも覚えましたね。はい。あとはまああんまり変わらずと。で、術はゲオルグがね、生命の水使えるのと、ハーバードさんがね、ウィンドカッターとミサイルガードというね、多分ガードじゃないかなっていうのがなぜか使えると。ジェームズ枠ですかね。で、ライブラさんは変わらないと。風ですね。で、変わらずという感じでございます。でね、HP がね、まあまあちょっと高い状態になってるので、まあ、いけるんじゃないかなと思います。で、ちょっと技回復しまして、術も一応回復しときましょうと。で、もう傷薬もね、持たせてあります。で、そう、ゲオルグさんがなぜか盾をね、最初から装備してるっていう、ちょっと強いバージョンだと。ちょっとずるいんじゃないかと。いう感じですけれども、まあ行きましょう。この野郎、あれあれ、なんか知ってる人じゃないんだけど、まあ見たことはあるけれども、マジかよ。でもこれでちょっとさ、いいんだけどさ、これだったらもう楽勝すぎじゃないですか。これもう楽勝でしょう。ウィンドカッター。4発やってくる。うわあ、強い。ちょっと強い。やばい。ウィンドカッター4発ですね。こっちが多分まだ3発なんで。まあ、でもこの C さんは弱いですからね。言っても。攻撃力がね、かなり上がってる、こっちの。正直。探索切りも、まあ強かったし、みじん切りも、そう、800とかいっちゃってるからね。やばいよね、これっていう。まだ3発ですね。でも威力はかなり上がってると。で、そばっと入れていくと。はい。もう倒せますね。ゲオルグさん、すぐ、もう、交代かな。まあでも平和なうちにね、交代しといた方がいいっすよ、ゲオルグさんは。ちゅう感じで。まあ、このウィンドカッター、こいつ5体だったらやばかったかもしんないね。あれ、あ、エアスクリーン、めっちゃ強いね。はい、ということで無事倒せました。ちょっと水の精霊じゃなかったんだけれども、まあそういうこともあると。もしかして水の精霊4体っていうのはめちゃめちゃ運が悪かったのかもしれないですね。いやー、でもダイヤモンドダストもう一回チャンスあったら戦いたいなと。 HP アップと。これでそう、ここね、全滅させてやりましたよ。ちょっと見せればよかったかな。あいつ行くまでにそのソバットとか覚えてなかったんで全滅させてやりましたよ。で、小船団が仲間になるのかな？どうなんだろう。こっち。オッケー。で、よくやってくれました。あ、いる。この鉱山は良い鉄が出るのかな。まあみんな働けるようになったよねと。よっしゃ、モーベルム戻ってやってありましたよ。ちょっと工程変わっちゃったけれども、こっちやねえや。やってやりました。どうすかと。どうも。さすがは皇帝陛下。次は船底の掃除をしてもらいましょうか。え？あ、これか。こんな感じ？ちょっとなんか怖いな。怖いな。船が動いているぞ。どっか連れてかれたパターン。マジでちょっとやめてー。ちょっと。いや、誰もいねえじゃん。うわー、怖えー。ちょっと怖えわ。ちょっと待って、マジか。おいと。どやされるぞと。どういうことっすか？どういうこと？前行くとなんかあるのか。あ、違う。あ、もう。おお！皇帝陛下、よくおいでになりました。それで一体どんなご用件でしょうか？あ、連れてきてくれたんか。皇帝に所属するすべての船を安全を保証しろと。皇帝で帝国。ほうじゃねえ。クジンシーじゃねえかお前。安全の保証ね。毎年の通行料を納めてもらえれば安全は保証しますか。やむを得まい。払おう。これはちょっと迷うところですが、まあちょっと時間もあれなんで、少し考えつつこの答え次回お答えしたいと思います。動画の移動をよろしくお願いします。てっしーでした。失礼します。